春日ガ局カスガ局、斎藤福は、安土桃山時代から、江戸時代前期の女性で、江戸幕府三大将軍、徳川家光の乳母。カス局とは、朝廷から賜った称号である。父は、美濃国の名族斎藤氏の一族で、明智光秀の重臣であった、斎藤俊三、母は、稲葉義道の娘である安、または、稲葉一鉄の姉の娘をあぼう。 養父は、稲葉茂道。稲葉正茂の妻で、正勝、聖帝、正俊の母。養子に、堀田正俊、江戸城大奥の石を築いた人物であり、松平信綱、野牛宗則と共に、家光を支えた、金江の足の一人に数えられた。また、朝廷との交渉の前面に立つ、と、近世初期における、 女性政治家として、随一の存在であり、徳川政権の安定化に寄与した。古今名不況より、強盗と戦うカス局斎藤氏は、身の守護大を代々務めた武家の名門だった。福の実家の斎藤家も、この一門である。守護大斎藤氏が滅びると、一門であった斎藤家は、明智氏に主管した。福は、父、斎藤と志の所領のあった。 丹波国の黒井城下官で生まれる。丹波は明智光秀の所領であり、都市は家臣として丹波国内に光秀から領地を与えられていた。光秀の居城を守護するため、福知山城近郊の幼少である黒井城を与えられ、表城軍全域を守護していたものと思われる。服は黒井城の平城時の住居である下立で生まれたとされている。 福は、上主の姫として、幼少期を過ごした。その後、父は光秀に従い、共に、本能寺の変で、織田信長を撃つが、橋場秀吉に、山崎の戦いで敗戦し、帰城後に、坂本城下の大御国家方で捕らえられて処刑され、他の兄弟は落ち武者となって、各地を流浪していたと考えられている。福は、 母方の実家である稲葉家に引き取られ、成人するまで美濃の清水城で過ごしたと見られ、母方の親戚にあたる三条西広告に養育された。これによって、公家の素養である書道、家道、行道等の教養を身につけることができた。その後、おじの稲葉茂道の養女となり、稲葉市の縁者で、小早川秀明の家臣である稲葉正重の5歳となる。正重は、 関ヶ原の戦いにおいて、平岡頼勝と共に、主君、秀明を説得して、小早川軍を東軍に寝返らせ、徳川家康を勝利に導いた功労者であった。福は、将軍家の乳母部屋がるため、夫の正重と離婚する形をとった。慶長9年に二大将軍、徳川秀忠の着手、竹千代の乳母に正式に任命される。この時先行にあたり、 福の家柄及び、公家の教養と、夫、正茂の専攻が評価されたと言われている。息子の稲葉正勝も、家光の故障に取り立てられ、玄馬九年に老中に就任、寛永九年には、相模国小田原藩主となった。家光の将軍就任に伴い、将軍様御曲として、大井五台所、お江予の方の下で、大奥の公務を取り仕切るようになる。 寛永三年の栄誉の没後からは、家光の側室探しに尽力し、伊勢義光院の院主であった、おまみや、おらん、おぶり、おなつ、おたま、おりさ、おまさなどの女性たちを、次々と、奥入りさせた。また、大奥の役職や、ハットなどを整理、拡充するなど、大奥を構造的に整備した。将軍の権威を背景に老中をも上回る、実質的な権力を握る。 寛永6年には、家光の放送中祈願のため、伊勢神宮に参拝し、そのまま10月には上落して御所への昇殿を図る。しかし、無意無感の武家の娘という身分のままでは御所に、昇殿するための資格を書くため、血族であり、育ての親でもある、三条西広告の幼女になろうとしたが、 すでに多戒していたため、やむを得ずその息子、三条西未条となお妹の縁組をし、九行三条西家の娘となり三代する資格を得、三条西藤原福子として、同年10月10日、五水能天皇や中宮和子に配越十三味の以外と、春日局の名号、及び、天根尺お杯をも賜る。その後、官営九年7月20日の最上落の際に、 十二位に少女し、日馬ま着用の許しを得て、再度転借を逆付きも賜る。よって二位曲とも称され、同じ十二位の平時子や北条政子に悲見する、異界となる。寛永十一年に、正勝に先立たれ、幼少の孫生息を養育、後に、兄の斉藤理修が、後見人を務めた。寛永十二年には、 家光の上位で義理の彦の堀田正俊氏を養子に迎えた。臨床院にある、春日局の墓官営20年9月14日に死去、去年64。時世の句は、西に入る月を誘いポーを経て今日ぞ家宅を逃れけるかな。法号は、臨床院殿人淵、領儀二代子。墓所は、東京都文京区の臨床院、神奈川県小田原市の娼婦と指示。 京都市の今回光明寺及び明神寺の達中、臨昌院。死去の直前にあたる9月10日、家光は稲葉正則の娘と、堀田正俊の婚約、生息の妹と、堺忠康の婚約を発表した。この上位は、信仰不大大名である稲葉氏と堀田氏を、門伐不大大名の堺氏と結びつける意図があった。以後生息。 マサトはそれぞれ幕閣に登用され、老中、大老に就任、幕政に参加した。ありがとうございます。